20日に名古屋港で行われたのは名港水上芸術花火。およそ1万3000発の花火が音楽に合わせて打ち上がり、初夏の夜空を彩りました。この花火大会は地域の明るさを取り戻し、経済の活性化につなげたいという思いで開かれています。音楽とやっぱ花火合わせて見れたっていうのがすごいいいなと思いました。フィナーレの部分とかすごい迫力があってすごい良かったです。会場にはおよそ1万人が訪れ、音楽と色とりどりの花火の共演に酔いしれていました。